さて、I Have Nothing という歌を取り上げます。ウィッニー・ヒューストンが1993年に歌った歌です。これは26年前ですね。26年前。これはボディガードという歌、ボディガードという映画の中でウィッニー・ヒューストンと、それから誰だったかな、ケビン・コスナー、この二人が主演して、でケビン・コスナーがボディガードの役、そしてウィッニー・ヒューストンが売れっ子の歌い手の役で、ボディガードとして のケビン・コスナーがウィッニー・ヒューストンを常に護衛する、守るという映画なんですけどね。で二人が恋仲になるという、でその後どうなるかは、見てのお楽しみにというわけですが、そのボディガードという映画の中で出てきたんですよね。歌詞の意味と文法とか発想について見てみます。僕はこのボディガードという映画をこの当時ね、1993年当時に映画館で見たんですけどね、内容はあんまり覚えてません。すごい詳しくは覚えてません。まあまあいい映画だと思いましたけどね。ただいつもの通りここで歌ってるウィッニー・ヒューストンは実に歌はうまいですね。本当にこれも素晴らしい歌ですね。さて、 Share my life, take me for what I am, cause I know never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you areAnd everything that you do ということで、さて、Share my life ね、私の人生を、待てよ、あれ、Take me for what I am、ああそうか、私の人生を共有してよという、いうふうに命令してるんですね、相手に対してね。だから私の人生さ、私の人生をここへ差し出すから、あなたもその中に、私の人生の中に入ってきて、で私の人生を共有してよということでしょうね。で、Take me for what I am というと、なんて言うたんやかな、私をそのまんま受け入れてちょうだいと、ね、待ってよ、私をそのあるがままに解釈してちょうだいと。まあ結局は私をそのまま受け入れてちょうだいということになるんでしょうけどね。まあ、take me for 誰それ、誰々を取る、誰々を解釈する。この場合の take はね、解釈するということになりますよね。で、for 何々として解釈するとかいうようなね。いうことになるから、結局 take me for 何々は、私を何々だと思い込むとか、ここでは思い込むという意味じゃなくて、もうちょっと、いい意味かな、いい意味というか普通の意味、私をこれこれだと解釈してちょうだい、私があるがままの状態、そのまんまの状態として解釈してくれと。だから私をそのまま、私があるがままに理解してくれと。で、聞くことは結局はそれで、あるがままに受け入れてくれということになるんでしょうけどね。ちょっと待ってね。で、例えば、take me for 何々の例としてはね、what do you take me for? と言ってね、言ったりしますね。俺どういう、なんだと思ってんだよ。俺はもしかして、Do you take me, what do you take me for? Do you by any chance take me for a coward? No, never. とかね、それとか女の人が男の人と一緒にいて、男が急にこう、ちょっとこう、なんか抱きついていたりして、で、女が怒って、What do you take me for? What do you take me for? 私は何だと思ってんの?Do you take me for a whore? とかね、いうふうなことが言いたいんでしょうね。バイトだとでも思ってんのとかね。
What do you take me for? Do you take me for a whore? とか言うというふうに言いたいんでしょうね。What do you take me for? とか言って怒って言ってるシーンがあったりしますね。さて、で、take me for what I am ですよ。で、cause I'll never change というのもね、because ですね。というのも、私は、絶対に変わらない。今でよ。変わらないじゃなくて、変えない。私は絶対に変えないから。何を変えないかというと、All my colors for you。あなたのためにね、私の本性、正体、すべてを変えることなんてないから。私をね、今のまんまで受け入れてくれと。というか、理解してくれと。というのもね、私は、あなたのために、自分の、本当の姿を変えて、全然違うあなたの好みの別の人間になるなんてことはないから。ところで、マイカラーですね。なんで、複数になるのかなってね。マイカラーズ。マイカラーズとか、ね、私の色。直訳すると私の色ですけども、複数の色ね。これで私の正体、私の本当の姿、なんていうのかな、私の本当の姿というのかな、正体というのか、本性というのか、そういうことですね。で、なんでこれ、マイカラーと言わずにマイカラーですと、ね、日本人の発想からすればついつい何でもね、もう複数か単数かわからないときは単数かなと思ってマイカラーってしたくなりますよね。なんか日本人って単数か複数かどっちかわからないときは単数にしようとするんですよね、ついつい。ところが欧米人はどっちかわからないときは差し当たって複数にしとこうかと思うみたいですね。でもこの場合はもう最初から複数なんでしょう。なんでか、何、例えばの話、国旗なんかね、カラーズと、あるいは学校とかなんか、組織のね、色とか、それから旗とかね、そういう意味でカラーズというらしいんですよね、カラーズ。S をつけるんですって、なんでか。なんていうかな、それぞれの団体とかね、学校とか、そういうようなものを示す旗とかありますよね。大体ね、2種類以上の色をつけるからね。一つだけの時もあるだろうけども、大抵はね、大体一つだけだったら単色になりますよね。単色言ったらもう色限られてしまうから、例えば20団体ほどあったらもう全部色を使われてしまいますね。ところが、2種類以上の色を使うと、誰かに真似されにくいですよね。真似されにくいだけじゃなくて、なんていうのかな、いろんなバラエティがあるから、世の中に何千種類の、何万種類の組織とか団体があっても、何万種類の、色の組み合わせできますよね。2種類、3種類の色を使い分けるとね。だから国旗なんかでも大抵は、というよりも、すべてが、1種類の単色の黄色だけ、白だけの国旗なんて見たことないですよね。国旗だけじゃない、家紋っていうか、家柄を表す何々家、ロスチャイルド家、ロスチャイルドの家とかね、日本でもなんとか家、豊臣家、織田信長の織田家とかね、なんか旗の紋章みたいなのあるでしょ。一種類の色を使ってないでしょ。やっぱり2種類以上、仮に白の上に黒で描くとしても白と黒になりますよね。1種類じゃないですよね。1種類の色じゃないですよね。白の上に黒で描いたら白と黒で2種類になりますよね。2種類の色を使ったことになりますよね。もし1種類というんだったら全部白でないといけない。何も描いちゃいけない。もし黒だったら全部黒にして何も描いちゃいけないですよね。それが単色ですよ。で、その上に何か描いたらもうそれで2種類になっちゃうんです。で、普通は3種類以上のね、色を使うんでしょうね。それがどこの国旗でもどこの家柄 の旗でも何でも紋章でも何でもそうですよね。だから必ずって言ったら
複数形のカラーズというと、その人の性格というか、その家柄とか、国旗とか、そういうものを意味するみたいなんですよ。だから、国旗とかそういうような発想から、私の本性、私の正体という意味で、このカラーズと複数形で言うようになったみたいな気がするんです。僕はね、どこにも書いてませんよ。そう気がするんです。それからね、あとね、あともう一つ、さっきもちょっと言いかけたように、僕らに日本の人間は、漢詩をもともとない人間だから、漢詩、アーティクルズがない言語を喋ってるから、それからついついね、何か単数か複数かよくわからんなという時は、ついつい単数だろうと思ってしまうんですね。ところが、英米人のような、漢詩を使う国民の人たちはね、どうやら単数か複数かどっちかわからないものは複数にさ、とりあえずやしとこうと思うみたいなんですよ。圧倒的に複数にする方が多い気がします。なんでか、なんでかじゃないわ。どういう例を挙げるかというと、例えばの話ね、こういうふうにしなさいっていう指示を受けておりますからとか言ってね、言う場合に、My instructions are to do this or that というように、to 動詞ね。My instructions are to 動詞。まあ、例えば、My instructions are to organize these documents this way, not that way. というふうにね、My instructions are to というふうに、My instructions are to という言い方するんです。My instruction というふうに、単数形じゃないんです。My instruction is to じゃないんです。My instructions are to なんです。同じように、こういう命令を受けておりますというふうに、軍隊かなんかにね、上官から、ね、上官とか上から、我々はこの国をこういうふうに攻める、攻撃するように命令を受けておりますって言ったら、時は、My orders, our orders are to ですよね。我々はこういう命令を受けているという言いたい時は、My orders are, our orders are to というように言うんですよ。もしかしたら命令一つかもしれない。さっきかって、インストラクション、指示を受けるのでは、指示は二つ以上かもしれない、一つかもしれないのに、My instructions are to。今、命令は一つしかもしれないのに、My orders are to なんですよ。to の後は一つのことなのに、ね。My orders are to なんですよ。My order is to じゃないんですよ。それとか、例えば、tomorrow I will be free. Do you have free time? Would you like to go to the movies with me? とか言って、ちょっと誘いをかけたら、相手の女の人が、Well, I have other plans という場合に、遠回しに断ってくる。I have other plans って言うんですよ。I have another plan とは言わない。もしかしたら、I have another plan という言い方もあるかもしれないけども、よく言うのは、I have other plans。計画ってもしかしたら一つしかもしれないのに、差し当たって計画、単数か複数かよくわからないときは、複数にするらしいんですよね。I have other plans と言うんですよ。それとか、まあ考えてみればね、一つしか計画がないと思っていても、よく見てみたら、一応ね、朝起きたら、まず歯磨くというプランがあると。次にね、ご飯を食べるというプランがあって、その後にね、本屋さんに行くというプランがあって、その後にってなると、複数なわけですよね。くだらんことばかりやってるとしてもね、2つ以上になりますよね。僕らの発想としては、ついついね、そういうくだらない、歯を磨くとかね、何、テレビを見るとか、そういうようなものはプランのうちに入ってなくて、重要な1つだけがプランと思ってしまいますけども、だから、I have another plan って言いたくなるけども、実は向こうの人はね、ちっちゃいものもプランと名付けて、で、2つ以上になってしまうんだと思うのかもしれないです。わからないですけどね。僕らはそこら辺まで知りませんけど、I have other plans というふうにやっぱり複数形です。それからね、他に何があるかな。まあ、ともかく今はパッとは思いつけませんけどね、何かとね、パッと何か、何も考えてないでぼーっとしてて、急に英語ネイティブが、
何かを複数か単数かわからないものをまずポッとものを言うときにね、まずは単数じゃなくて複数言うらしいんです。ただしあれは別ですよ。質量名詞、mass noun、あるいはアンカウントボーナウンを思いついたときはアンカウントボーだから、これは単数も複数も何もない、そのまんまの形、無関心、関心のない、複数形でもない、あくまでも何て言うの、アンカウントボーまま言いますよ。そうじゃなくて、あくまでもカウントボーナウン、すなわち、数えられる名詞ね、カウントボーナウンを思いついて、それを複数にしようかな、単数にしようかな、どっちにしようかな、よくわからんな、どっちでもあり得るなと思うときは、ぼーっとしてるときは、ふっと、どうやら複数形を口に出すみたいな感じがします。見てたらね。小説なんか読んだり、英語ネイティブが書く文章なんか見てるとね、何も考えてないときに、ポッと言うときは、まず複数から連想するみたいに見えます。よっぽど絶対に単数だということがわからない限りね、太陽は単数なのは当たり前のことですけどね、月も一つですよ。でもね、一つか二つ以上かわからんときは、複数をまず思い浮かぶみたいな気がするんですよね、僕は。そういう例をたくさん見てきました。さて、で、ここの場合はそういうこともあって、それだけじゃないですけど、そういう理由もあって、マイカラーズと言ってるように感じもします。ね。で、しかしここはさっきも言ったように、国旗とかね、ああいうものが、単数のカラーじゃなくて、複数のカラーというふうに言って表現するもんだから、そっからまた連想されて、複数のカラーズを私の本性、私の正体という意味で使うようになったらしいという気がするんですね、僕はね。ともかく、もう一遍言うと、私の人生を共有してちょうだいよと、私のことを、そのままの姿で、あるがままに受け止めてちょうだい。というのもね、私は、あなたのために、自分の正体、自分の本当の姿を完全に変えてしまうなんてことは絶対ないから、 Take my love、 私の愛を受け取って、 I'll never ask for too much、 私はね、あまりにも多くをあなたに求めるなんてことはしないから、 Just all that you are。 これは I'll just ask for all that you are という意味だと思ったらいいんですよね。I'll ask、ごめんなさい。I'll just ask for all that you are。 私はね、求めるのはね、あまりたくさん求めたりしない、あんまり期待したりしない、そうじゃなくて、ただ、あなたがあるところのものすべてを求めるだけだと。だから、あなたのあるがままをそのまんますべて私は受け止めるだけだ。求めるだけなんだと。で、and everything that you do、 これはもちろん I'll ask ですね。I'll ask for everything that you do、 あなたがやることすべてを求めるだけなんだ。だから、あなたがすることなすこと、あなたの本当の姿、それをそのまんま欲しいだけだと。だから、私がこんな風な男になってほしい、だからこんな風に変われなんてことを言わないから、あなたのあるがままが欲しいだけよということですね。I don't really need to look。待てよ、これメロディー忘れちゃったな。まあいいや。I don't really need to look very much farther。I don't really need to look very much farther。I don't want to have to go where you don't follow。I will hold it back again。This passion inside can't run from myself。There's nowhere to hide。 あ、ちょっとね、メロディーやっぱり忘れてるな。ともかく、私はね、本当は、
これ以上にはそれほど探す必要はないんだと。これ以上にたくさん大いに、これ以上に大いに探すっていうのは、あなたをあるがままにそのまま受け入れるだけだから、ずっとまたあなたの正体みたいなものをざーっとね、ずっと見て覗き込んでいって何か求めるなんてことをする必要はないと。 I don't wanna have to go where you don't follow。 私はね、こうしなければ、あなたがまあフォローする、あなたが付き従うところ、待てよ、あ、そうか、You don't follow は You don't follow me でしょうね。あなたが私のところについてきてくれないようなところには行かなければならないなんてことはしたくないと。だから私はあちこち行きたいけども、でもね、あなたがついてきてくれないようなところに行くつもりはないというか、そんな風にしなければならないような羽目に陥るのは嫌だと。だから、生き方がいろいろと、あなたと私は生き方が違って性格も違うからね、あれだけども、しかしあなたが嫌がるようなところに、嫌がるような生き方をするつもりはないから、そんなことしなきゃいけないんだったら、例えば私がいくらなんかしたいからといって、たまたまあなたがそんなことするような女と一緒にいたくはねえよというふうにあなたが思うんだったら、そんな無理にあなたを解き伏せてまで、無理やりね、あなたが嫌がるのに私が好きなように振る舞うなんてことはしたくないという意味でしょうね、これね。 I will hold it back again this passion inside。 私はね、それを再び抑えるから、抑圧するからと。抑圧するって、それっていうのは何かというと、 this passion inside ですね。この内部にある、内側にある、心の中にあるこの熱情を再び抑圧するからねということです。だからこの熱情、この情熱を私はもう一遍抑えるからと。これは一体何なのかな。ちょっとこれは置いときましょう。で、can't run from myself。これは myself なんですけどね、本当はね。でもね、この歌の中では myself、myself という具合に発音してるみたいですね。myself とか myself という具合に発音してますね。ウィトニー・ヒューストンは。こういう具合に my とか myself ね。my というのは my とそのまま発音したらちょっと長くなりますね。それをちょっと音符の関係で早口で言わなきゃいけないような感じだったら myself とか myself とかいうように me とか ma とかいうように発音してる、歌詞はよく発音しますね。このウィトニー・ヒューストンだけじゃなくて、キャロン・カーベンターもそうだし、他のね、他の、歌手もそうです。 myself とはっきり言わずに myselfメセルフって言わなければいかないときはそういうふうに言ってる。で、今回もこれ、メセルフ、メセルフという具合に言ってますね。can't run。これは、I can't run from myself ですね。私は私自身から逃げることはできない。run はこれは run away ということですね。I can't run away from myself。私は自分から逃げることはできない。there's nowhere to hide。どこにも隠れる場所はない。次、3番、 Don't make me close one more door I don't wanna hurt anymore Stay in my arms if you dare。
Or must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you.でこの後どうだったか忘れましたけどね。とも言う言う言うと言いますけども。で、Don't make me close one more door. あの、私にね、もう一つのドアを閉めさせないでと。私はもうすでにね、ドアをいくつも閉めてきたんだと。心のドアをね、閉めてきたんだと。もう一つまた、新たなドアを閉めさせようなんて思わないでね。ね。私にもう一つのドアを閉めさせるなんてことはしないでねと。どういうことを言ってるかというと、前後の関係からこういうことですね。要はかつていろんな人から裏切られたり、まあ失恋して悲しんでね。もうこんな辛い思いするなら二度と恋なんかしたくないと思って。で、心のドアを一つ閉めるんですよ。辛い恋をして、その恋が終わるたびにね、一つ一つドア、心のドアを閉めてきたんですよね。で、今回またあなたとの恋が終わろうとする。あなたが去っていったらね、これどうやら、これ恋人が私、すなわちこのこれを歌っている女性、あ、これ女性とは限らないけどね、男が女性に対して歌ってることかもしれないし、男同士かもしれないし、女同士かもしれないし、ね、わかりませんよ。でも僕はヘテロセクシュアルだし、それから、これはウィットニー・ヒューストンが歌ってるから、一応女の人が、ね、ウィットニー・ヒューストンみたいな女の人が男に対して言っているセリフを歌にしたものだというふうに僕は解釈しています。で、そういうふうに、だからちょっと女言葉で訳してますけどね。ほんで、これ前後の関係から分かるんですけども、どうやら男がね、女の元から去っていくみたいなんですよね。もう恋が終わって、何かの形でその男が愛想つかして出ていくんですよ。で、その女の私としては、まだ未練があるんですよ。この人に出て行かれてたら私はもうぐちゃぐちゃになるって。だから出て行ってくれるなって言いたいんですよね、これね。あなたが出て行ったらね、またもう一つドアを閉めなきゃいけなくなるじゃんか。もう一つドアを閉めさせるなんてことしないで。 I don't wanna hurt anymore。 これはね、どうやらI don't wanna get hurt anymore という意味らしいんですよね。I don't wanna get hurt anymore だったらごく普通の言い方だから、ネット上検索してもすぐ出てきます。I don't wanna get hurt anymore。 これ以上は傷つきたくないわってことですよ。ところが I don't wanna hurt anymore と言ってるんで、これはね、どうやらスタンダードイングリッシュではないみたいなんです。普通の英語ではないらしいんです。で、まあget hurt って言いたかったけども、リズムが狂っちゃいけないから hurt ね、get hurt と言わずに hurt とあえて言ったらしいんです。それでも意味が通じる、意味が分かってもらえるだろうということで、あえてこういうふうに書いたらしいんです。hurt はね、確かに自動詞でね、自動詞もあるんです。辞書を見たらね、いろんな辞書を見たら、自動詞としてね、例えば My hand hurts って言ったらね、私の手が痛む、私の手が痛い、あ、手が痛いって言うと My hand hurts って言うね、My tooth hurts、 My eye hurts、 My head aches hurts とかね、 My stomach aches とかね、いうふうに言う。これは私のお腹が、私の目が、私の腕が、その体の一部がという、体の一部が主語になってね、その後に hurts という言葉をつけたら、場合にその体の部分が痛むという意味で my head hurts my head my my
arm, my arm hurts と言えるんです。ところが I hurt とは普通は言わないらしいんですよね。どこ見てもそうです。ところ I hurt と言ったら I hurt somebody だったら言えますよ。I hurt her。私は彼女を傷つけてしまった。I hurt her。I'm sorry to have hurt your feelings。君のね感情を傷つけてしまってすまないね。I'm sorry to have hurt your feelings。I don't wanna hurt you。ね。俺は君を傷つけたくないんだよ。I don't wanna hurt you。I don't wanna hurt anybody。というふうに hurt。私はね、I。で、hurt という動詞を使って、その後に目的語が来てね、私は誰かを傷つけるとかいう言い方ができます。I don't wanna hurt anybody ね。I don't wanna hurt you. I hurt her とは言えるんです。ところが、目的語なしでね、自動詞で I hurt とは言わないみたいなんです。ただしね、I'm hurting。I am hurting とは言うらしいんです。辞書を見てください。I am hurting と言わに現在完了形では言えるんです。ごめんなさい。現在完了じゃなくて、現在進行形では言えるんです。I'm hurting と言ったら、傷ついているというか、心を痛めているとか、苦しんでいるという意味らしいんですね。それでは言えるんですよ。主語が私とか、人間の場合ですよ。僕が言ってるのは。さっきも言ったように、人間の体の一部が傷んでる場合は、my arm hurts とか言うように言えますよ。今はその話してるんじゃないですよ。今はあくまでも私とかあなたとか彼はという言葉が主語になって、その後に hurt を単純現在形で使うのは普通の英語ではないという話をしてるんです今ね。でどこ見てもこういう例はないです。ところがこれはあえてスタンダードイングリッシュではない英語をあえて使ってる。なぜかいつも言うようにこれは、ポエティックライセンス、ポエティックライセンス、すなわち私的許容という考え方を採用してるんですね。私的許容というのは私、ポエティックで、許容というのはライセンス、すなわち許容というのは許すという意味ですよ。だから詩を書いてるときは、歌詞とかね、詩を書いてるときはリズムが一番大事だから、少しぐらい文法的におかしくても意味が分かればそれは許そうよという考え方ね。ポエティックライセンス、私的許容ね。だからその私的許容の考え方、ポエティックライセンスの考え方を適用して、ここはちょっとおかしいけども意味はわかるから、だからこれは許しましょうという考え方ね。本当ね、もし、何小説とかで、あるいは普通の会話だったら I don't wanna get hurt anymore なはずなんですね。あ、じゃあね、ほんじゃこんなこと言う人も言うかもしれない。I don't wanna hurt 誰かを、この、もしかしたら I don't wanna hurt you anymore。I don't wanna hurt anybody anymore という意味なのかもしれないじゃないかと。で、ただ単にこの目的語が省略されてるだけじゃないかと言いたいかもしれない。ところが、この場合、目的語を省略することはできないはずです。まあ、それは尋ねてみてください。確かに目的語を省略性できる場合もありますけども、この場合は省略できないはずです。まあ、もし疑うようでしたら、ネイティブなり何々に尋ねてみてください。ただし、ネイティブに質問するときは、ちゃんとした英語で質問してくださいよ。変な英語で質問したら、変な答えが返ってきて、分かったような気になって、ネイティブが違う風に解釈して、違うことを聞いてるんだと思って、こうだと言ったというのを、今度はまた、自分は英語力が足りないためにネイティブが言ったことをまた別の風に解釈してしまってね、間違ってネイティブがこう言ってましたよってまた日本語で報告して、実は間違ってたというの。ただ単にその人がね、英語力が足りなくて間違った英語で質問してとかね、ネイティブはせっかく答えてくれても、そのネイティブが言ってる英語をまた解釈し間違って解釈してしまう人が多いですけどね。ネイティブに質問するって難しいことなんですよ、こういうのね。それはともかくとして、ここでは目的語は省略されてないはず。これはあくまでも自動詞として使ってるはずです。で、
I don't wanna hurt anymore は I don't wanna get hurt anymore という意味で、もうこれ以上傷つきたくないという意味なはずです。次、 stay in my arms if you dare、 私の腕の中にとどまってちょうだい、 if you dare、 もしできるもんなら、もしそんな気があるんならというかね、そう、やれるもんなら、もしやれるもんならね、できるもんなら、やれるもんなら、私の腕にとどまりなさいよと。そんな気はないだろうけどね、そんな勇気はないだろうけどね、というような感じですよね。Or must I imagine you there? それでもね、私はね、こういうことを想像しなければならないか。Imagine you there. そこにいるあなた。あなたがそこにいるということを imagine する、しなければならないのかということです。だからね、結局、できるもんだったらね、私の腕の中にいてよと。それとも、あなたがいるものと、あなたがね、私の腕の中にいるものと、あなたをね、私が抱いているものだと、抱きしめているものだと。いうふうに想像 しなきゃいけないかなという意味ですね、これね。ここでもわかりますけどね。Stay in my arms。私の腕の中に留まってよ。ということは、ね、留まろうとしてないんですよ、相手は。出て行こうとしてるんですよね。ここでわかりますね。それから、Must I imagine you there? とてもじゃないけど、もう、相手はね、もう一遍私、ここで言ってる私に抱かれようなんて思ってないんですよ。もう金輪際こんな女は嫌だと言って出て行こうとしてることが分かるんですよ、これでね。で、Don't walk away from me。 あ、これでもう決定的ですね。私のとこからね、出て行かないでよと。 I have nothing 私は何も持ってないんだから。If I don't have you ですから、あなたがいなかったらね、もう私には何にも残らない。あなたなしだったらもう私には何にもないんだから。次、 You see through right to the heart of me。 See through、 ずっと、なんちゅうたんやかな。見通す、あ、そうそう、見通すね。あなたは見通してると。Right to the heart of me。私のね、心に、そのまままっすぐ見通してくれる。あなたは私の心まで見通してくれるんだと。You break down, you see through right to the heart of me. You break down my walls with the strength of your love. I never knew love like I've known it with you. Will a memory survive? One I can hold on to? ちょっとメロディー忘れました。で、あなたはね、叩き破ってくれるっていうか、私のね、私の壁をね、取り壊してくれるんだと。With the strength of your love、 あなたの愛でも、愛の強さでもってね、私の壁をね、取り壊してくれるんだと。私はもともと、もうもう恋なんかしたくない、もうこれ以上傷つくのは嫌だと思ってね、自分の周りに壁を作ってたんですよね。あるいは昔からいろんなことで傷ついて、幼少期からいろんな人に傷つけられてね、親からも兄弟からも近所の人からもね、クラスメートからもいろいろ傷つけられてとかね、世の中のいろんな辛いことにあって壁を作ってたのかもしれませんね。で、その私の壁をね、あなたは愛の力で取り壊してくれてるんだっていうか、取り壊してくれてるんだということですけれども、これは、ね、You see through
単純現在を使っているのはこれなんでかって言ったら、こうハビチュアリー、すなわちなんていうの、習慣的にしょっちゅうこういうふうなことをしてくれてるというような感じね。だから何回もこういうことをやってくれてるというような感じだと思いますね。で、I never knew love like I've known it with you。 私がそれを、すなわち love をね、私が愛を、 あなたとの愛を、ちょっと待てよ、私があなたとの愛を知ったあるいは経験したような愛を、あ、ごめんなさい、ようにですね、 like というのは as と同じですけども、私が愛をあなたと共に知ったあるいは経験したように愛を経験するあるいは知ることを過去に行ったことは全くないということは、私はあなたとの愛、あなたとの愛を経験したようにはね、ような形ではね、私は愛を経験したことがないんだと。他の人とはね、とも愛を経験したことあるけど、でもね、あなたとの愛は特別だったと。あなたとの愛は他の人との愛、恋とは全然違ったと。で、Will a memory survive? 一つの思い出というものがね、生き残るということはあるだろうか。ね。思い出というものは残るだろうか。One、これは a memory ですね。で、a memory と、will a memory survive という場合に、これここでクエスチョンマークにしても構わないけども、そういうものが、なんていうのかな、なんだったかな、思い出が生き残るだろうか、思い出が残るということがあるだろうか、その思い出とはどういう思い出かというと、one、すなわち a memory ですね。one which I can hold on to。 私がしっかり掴んでいられるような思い出というふうに言ってるんです。だからこの a memory と one I can hold on to は同格と言ってもいいし、あるいは will a memory の a memory と言っておいて、もう一遍そのアメモリーというのは実はこういうメモリーなんだというふうに言い換えてる。だから普通の小説みたいな、あるいは普通の言い方すれば Will a memory I can hold on to survive と言ってもいいわけですよね。 Will a memory I can hold on to survive と言ってもいいわけです。だから私が、しっかり、なんていうのかな、しっかり掴んでいられるような、あの思い出がこの後も残るだろうかというのを言ってるんですよね。次、I don't really need to look very much further。 こういうふうにね、これ緑色でこういうふうに囲いましたけどね、これは2番、このさっき2番で同じことを言ったんですよね、繰り返しなんですこれね。次、ここの赤い部分だけが新しいんです、新しく付け加えた。一応おさらいしておきますね。私は本当はこれ以上そんなには探す、見る必要はないんだと。私はね、あなたがついてきてくれないようなところに行かなければならないなんてことはしたくないんだと。で、I will hold it back again, this passion inside。 この私のね、心の中にある私の情熱、熱情をもう一遍抑えるつもりなんだと。で、I can't run from myself。私は自分から逃げることはできない。There's nowhere to hide。 隠れるところはどこもないんだと。でね、ところでね、ちょっと待ってくださいよ。
This passion inside を hold back again。 この情熱をもう一遍抑えなければならないって、これどういう意味だろうな。ちょっと待ってね、これはひょっとしたらね、ちょっと今思ったんですけども、これな、This passion ってどういう意味のパッションなのか、すなわちおそらくは相手に対する恋心を抑えなければならない。すなわち相手はね、今出ていこうとしてるんですよ。もう別れだって言って、もうつくづくお前のことは嫌になったよって言って、もう出ていこうとしてるんですよ。でもね、この詩を書いている、男に語りかけているこの女性はね、出て行ってほしくないんですよ。あのものすごくね、相手にものすごく未練があってね、首に縄をつけてでも、あの本当はね、あのいてほしいんですよ。一緒に気が狂いそうな方が好きなんですよ。で、そういう情熱、そういう恋心をもう一遍抑えなければならないという、抑えるんだというふうに言ってるんですよ、みたいですね。僕はそういうふうに解釈します。そうでないと、静かに相手、あの、そうでないとなんかまた醜い争い、相手をますます傷つけたりね、で逆に私も傷つくことになるからね、もう相手は出ていくって言ってるんだから、一生懸命自分を抑えて、取り乱しそうになるのを抑えてね、抑えるんだというふうに言ってますね。あの、自分を一生懸命抑えて、なんとかここ、相手が出ていくのを見送るしかないというふうなことを言ってるような気がします。次、 Your love I'll remember forever。 あなたの愛のことを私は永遠に覚えているから、ずっと覚えているだろうとね。これはもちろん、これ目的語が本来ここに来そうなものだけども、前に来たでですね、こんなふうに目的語だけ、あるいは保護だけが前に出てくるってことはよくありますね。これはあの歌の文句だけじゃなくて、普通の小説にもこんな言い方はしょっちゅうありますね。さて、まあ、あの、なんていうのかな、ここではあの、なんでじゃあ Your Love を前に持ってきたか、これね、もしこれがなんていうの、これはまあ、あの歌ですから、リズムを整えるために Your Love をここに持ってくないで、こっちにつけた方がリズムが整うからこうしたのかもしれない。しかし、もしそうじゃなくて、普通の小説に仮にこんなに個人でこういうように出たと考えた場合でも、やっぱりこういうような文脈で Your Love を前に持ってきそうですね。普通の小説でもね、リズムを考えない場合でも。じゃあ、なんでこれを前に持ってくるか。Your Love というのはどうやら、あの、なんていうのかな、旧情報、old information ね、旧情報、古い情報なんですよね。というのは、あなたの愛についてどうのこうのってしょっちゅう出てきてたからね、今まで。あなたは、あなたとの愛をこういうふうにどうのこうのとか、いろいろあなたがとの愛を経験して、それは何、今まで他の人との愛とは全然違ってたとか、Your Love ってこういうふうに出てくるでしょ。あなたとの愛の今まで愛し合ってきたという話をずっとしてるわけですよ。そこで Your Love、 あなたの愛のことをというふうに言ってるけども、あなたの愛はあなたの愛、すなわちあなたの愛を今まで経験してきたことはすでに言ってるわけです。だから旧情報でしょ、これ。次、 I'll remember forever、 これはどっちかというと新情報ですよね。 New information、 すなわちあなたの愛を永遠にこれから私は覚えているんだと、覚えておくよと、あなたの愛のことを、あなたとの愛の生活、これを私は永遠に心に留めておくんだというように言ってるんです。このことは、このね、 I'll remember forever の部分はむしろ今までそんなに言ってないじゃないですか。だからむしろこっちの方が、こっちとこっちと比べたら、むしろこっちの I'll remember forever の方がニューインフォメーションに近いですよね。あの、新情報。ところで、新情報、旧情報、
all the information、new information についてはあちこち文法書に載ってますからね。まあもし英文の文法書だったら new information、 new information、 old information という言葉とか、あるいは information structure、 すなわち、情報構造、情報構造というね、あの英語で、まあ、検索するなり、あるいは日本語の文法構造、文法書でもそういうようなね、日本語で解説がありますから、最近はね、なんかフォレストというかいうような、なんか高校生向きのね、文法書にさえ載ってるぐらい、この情報構造、新情報、あの、旧情報という考え方はしっかり解説するみたいですね。ああいうあの、高校生向きのあれにさえ載ってます。僕らがね、もう何十年も前、僕らが、英語をね習った頃は高校生も大学生も、大学生はどうか知りませんけども、少なくとも高校、中学高校時代に情報構造なんて、構造なんて全然出てこなかった。ずっと後になって、で僕がいろんな要所を読んだり映画を見たりして、なんとなく知ってきたことを、どうもこういうような考え方、どうもこういうことらしいなって思って、でふと最近の文法書を見たら、なんでこんなこと書いてるじゃないかと。僕がずっとあの自分でね、どうもこういうことらしいなと思ったことを、最近の文法書を見たら、あれ、昔には全然そんなこと書いてなかったのに、今ではこんな先に進んだこと書いてんだなというね、気づかされる。だからね、昔と違って、あの文法の研究もどんどん先へ進んでますしね、辞書のに書いてあることもどん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 先へ進んでますから、というわけで、で、ここは終わりましたね。次です。5番、次6番、次6番、 Don't make me、 あのね、こう Don't make me なんとか、ここが緑ですよ、緑で、また緑ね。この緑の部分は全部、あの、すでに前に出てきたんですよ。次、ここ、赤い部分だけが新しいんです。ここだけやってもいいけども、ちょっと一応ザーッと復習しますね。もう一つまた私の、あの、心の中のね、ドアをもう一つ閉めさせないでよって。I don't wanna hurt anymore.I don't wanna get hurt anymore と同じですよね。私をこれ以上傷つきたくないんだと。Stay in my arms if you dare。 やれるもんならね、その気があんなら、あの、私の腕の中にとどまってよと。どうせそんな気はないだろうけども、やれるもんなら、そんなずうずうしい気持ちがあるんだなっていうような感じね。If you dare というのはね、かなり挑戦的で、何かな、悪い言い方すれば生意気な言い方というか、ね、なんかこう、なんか If you dare なんて言われたら、僕だったら引っ叩きたくなりますね、相手をね。そういうなんかこう、なんか挑戦的で嫌な感じがするんですけどね、この言い方。あの、まあ、映画とか小説に出てきたら、映画なんか特に、小説ではね、この語気が分かりませんけどね、どんな調子で言ってるのか、どんな顔つきで言ってるのか分かりませんけどね。それが、映画で出てきたら、If you dare というのは、どんな顔つきで、どんな口調で、どんな風に言ってるのか、ね、どんな態度で言ってるか、仕草とかね。それを見たら、なんかいかにも挑戦的でね、なんか引っ張りたくなるような顔つきで言ってますわ。まあ、あの、そういうためにもね、あの、そういうことを知るためにもね、映画とかテレビドラマを見ることが大事ですね。どういう語気って、あの、言葉の調子でね、言ってるのか分かるんですよね。そういう一つ一つの言葉がね。Stay in my arms if you dare とかいう感じね。で、Or must I imagine you there? それともね、私は、あの、あなたがね、私の腕の中にいるということを想像しなければならないっていうの。どうせ出ていくんでしょうけどね。Don't walk away from me. 出ていかないでよ。No, don't walk away from me. この No って書きましたけども、これは ある人がネット上に書いて、こういうふうに書いてました。でね、別の人はこの No は書いてませんでした。Don't walk away from me. Don't walk away from me って書いてます。
あるいは Don't walk away from me No, don't walk away from me というこの2種類が考えられるらしいんですけど、ある、ウィトニー・ヒューストンの 歌声を聞くと No は言ってませんでしたね、僕が聞いた範囲ではね。でも No を言う時もあるのかもしれませんね。あれいろんなバージョンがあるんでしょう。おそらくウィトニー・ヒューストンだって何回もレコーディングするでしょうからね、その中でノーを言ってたことも言わなかったこともあるんでしょう。だからどっかがちょっと違ってるからといって必ずしも間違ってるんじゃなくて、ウィトニー・ヒューストン歌手もね、その場その場でちょっとずつセリフ変える時もあるみたいだからね。だからこれも正しいのかもしれません。でともかく出ていかないでよ、出ていかないでよ、Don't you dare walk away from me。 これもまたきつい言い方なんですよね。 Dare ということはそのものがきついですからね。 Don't you dare、 そもそもね、 Don't dare、 すみませんよ、これ walk away、 Don't walk away from me でしょ。で次、 Don't you dare walk away from me、 よく似たことを言ってるんですけども、ちょっと口調がだいぶ違う。ちょっとこれについて解説するために書きますけどね。Don't walk away from me. Me. Don't you walk away from me. 次. Don't you dare.Walk away from me. さて、この今言ってるの Walk away from me に Don't をつけた形ね、出ていかないでよというように引き止めようとしてるんですね。出ていかれると私もう一人で生きていけないわ、あなたが好きで好きで出ていかないでよって Don't walk away from me ね。でこれは普通の否定命令形ですね。出ていかないでよ。次、2番。Don't you walk away from me. You をつけただけ。これね、これは Don't you walk away from me という場合ね、疑問文じゃないですよ、これ。疑問文もありますよ。でもね、これ否定命令形の強い形として Don't you walk away from me。これクエスチョンマークつけないで、むしろエクスクラメーションマーク、びっくりマークとかね、あるいはピリオドつけるかどっちかなんですけども。Don't you walk away from me. 絶対出ていかないでよというかね、出ていかないでよというこの一番のね、Don't walk away from me. あるいは Don't walk でもいい。Don't smoke でもいいし、Don't なんとかね、Don't 動詞という普通の言い方、普通の、Don't laugh at me. ね、Don't laugh at me.Don't you laugh at me. Don't you dare laugh at me. でもいいんですよ。ともかく、don't の形だったら普通にこうしてくれるなということです。こうしないでくれと。次、don't you 何々、例えば don't you walk away from me だったら、これ一番よりも強いんです。だいぶね、かなり強いです。それでね、映画なんか見てても、この2番目の動き、1番はよく出てきますね。普通にね、そんなに怒った口調では言ってないです。普通にこうしないでよっていうような感じ。軽いんです、割とね。2番目はね、かなりきつい言い方で、きつい顔をして、そんなこと絶対やめてよっていうような感じでね、かなりきつく言いたいときに、この2番を言ってますわ。しかもね、今日怒った口調で言ってますわ。Don't you walk away from me. Don't you laugh at me. Don't you touch me. 例えばね、女の人が、綺麗な女の人が、男からなんか不作法のなんかチンピラみたいな男から触られるんですよね。 Don't you touch me というようにね、怒ってますね。いかにも本当にね、 Don't touch me だったら触らないでよ、はははって感じです。 Don't touch me だったらね、ただ単に普通に触らないでよ、 Don't touch me、 軽いんですよ。ところが Don't you touch me というのはね、もうこんな風にね、指差しながら、こういうように指差し、相手を指差しながら言うのはかなりきついですよね。これもまたDon't you touch me というね、怒った顔つきで、怒った口調で、しかもこのジェスチャーも怒った感じで、Don't you touch me って言ってますね。
足らねえよね本当にもう、それかなり苛立ってね、どっちゅうたちみ、これを U をつけるとそうなんです、かなり意味がきついんです。決してこれは疑問文ではない。もちろん疑問文はありますよ、どんちゅう、どんちゅう何々、ね、どんちゅう go to school、どんちゅう go to school in summer とかね、なんかそんな感じで行かないのってそれはそういう、ね、疑問文もありますよ。でもそうじゃなくってあれ、ね、命令、あの否定命令でこんな風に U をつけるときもある。その場合、その場合はきつい言い方。次、Don't you dare、 この U をつけただけもきついのにね、また dare をくっつける、二重にきつい言葉をくっつけるんです。そうするとまた 1よりも2の方が強くて、2よりもさらに3が強いんですよ。でこの言い方をしてる時の人の口調を聞いてみたらいいですよ。ものすごくきつい言い方してますよ。あの Don't you dare walk away from me、 もう絶対何が何でもあの出ていかないでよねというのは、もうかなりきついんですよこれね。そもそも U をつけるだけでもきついですけども、 Dare をつけるとよくもそんな抜け抜けたらそんなことできるなというようなね、ずうずうしくもなんかするというような意味でしょう。この Dare というのはもともとね、ずうずうしくも私から出ていくなんてことを絶対にするなよなという意味ですよ。まあまあちょっとくどくど訳すとね、そんな感じですから、かなりきついんです、これ。1、2、3。3が一番きついんです。だからこそね、ここでも、ホイットニー・ヒューストンは、これを言うときには、かなりきつく言ってるんですよ。Don't walk away from me、 Don't walk away from me よりも、はるかにきつい言い方で、Don't you dare walk away from me というように発音してますでしょ。まあ、聞いてみてください、YouTube で。Don't you dare walk away from me、 もう私のとこから出ていくなんてとんでもない、そんなとんでもないことしないでよね、 というふうなかなり挑戦的なきつい言い方をしたくなるぐらい絶望的なんですよ、ね、もう何が何でも どうにかしてこの人を引き止めることができないだろうか、優しく言ってもダメだ、ね、なんかいろんな形で媚びを打ってもダメだ、そんなら今度は凄んで見せてね、ちょっと高圧的に言ってやろうかと思いたくなりますよね。もうイライラして、とにかくもう気が狂いそうで、あれが出ていくともう私おかしくなりそう、その時に出てこんな言葉が出てしまうわけですね。でその後 I have nothing, nothing, nothing、 何にもないんだ私には。 If I don't have you、 私あなたがいなくなったら私は何にもなくなるんだと。If I don't have you、 ね、というわけでここでおしまい、おしまいというか本当は他にちょっと繰り返しの部分が他にもあるんですけどもね、あとは繰り返しです。というわけで一応これで終わったんですけどね、まあ一言で言えば悲しい歌ですよ、本当本当に悲しい歌。あのウィッニー・ヒューストンは本当に素晴らしい、あのこの人もレイディー・ガガとかその他の人と同じように素晴らしい、あの感情移入がすごいあの歌手ですね。あのウィッニー・ヒューストンは、I will always love you という歌を何回か前に取り上げましたけども、あれと同じようにこれも悲しい歌ですね。本当に男が去っていく、男とは限らないけどね、まあ、でもヘテロセクシュアルな女性が歌ってるとしたら男が去っていく、そのそれを引き止めようとする女心。 I will always love you の場合は、私とあなたと一緒にいても私が邪魔になるだろうから私は去っていくけど、あなたのことはずっと愛してるわと、それを絶唱するんですよね。もうそれはもうあのすごい、こういう絶唱、あの、恋心ね、悲恋すなわち悲しい恋心をね絶唱する点においてはウィッニー・ヒューストンは絶妙ですね、最高で、あのこのウィッニー・ヒューストンの
恋の歌を聴いてると、それはもう真面目に聴いてると、そのセリフを味わって、そしてそのセリフを感じ取りながら、あの人の歌いっぷりを聴いてると、その涙が出てきますよ、それは誰でもね。というわけで終わります。まあ、ウィッニー・フーストンの歌も素晴らしいものがいっぱいありますから、これからもウィッニー・フーストンも含めていろいろと取り上げたいと思います。